ビューティーとか言うけど、なんやろ、なんか、ゴキブリっぽくない？急に平和になったね。保護した郵便のデータを本部とピッケさんに転送完了しました。お疲れ様でした、アイナさん。これでウツロイドの謎も解明されるはずです。とにもかくにもめでたいな、アイナくん。初任務の大成功と君のチーム加入を祝して。男、ハンサム、ここはご馳走しようじゃないか。この島にはなかなか行けるレストランがあるんだぞ。あら、ハンサムさん。なぜそんなことをご存知なので？我々はアローラに来たばかりなのに。ポケモンセンターにあった雑誌で見かけただけだ。とにかくデリバリーできないかちょっと頼みに行ってくるぞ。以前来たことがあるということかな。もう、ハンサムさんたら。そうでした。一つお知らせがあります。保護した UB は国際警察に回収される予定でしたが、正式にアイナさんが所持する許可が下りたんです。噛みまくり。いささか手続きは面倒だったのですが、本部に連行されれば、UB は研究対象になります。アイナさんといる方が、きっと幸せなはずです。なるほど。まあ私も手持ちに加えちゃったしな。底辺だ。何今度は。またですかその口調。すまん。癖なのでな。そんなことより大変だ。新たな UB について、目撃情報の垂れ込みだ。場所はメレメレ島。妻がご馳走をお預けだ。メレメレ島。メレメレ島のどこよ。了解。直ちにメレメレ島に急行しましょう。イエスサーボス。メレメレ島に移り、そこのモーテルに拠点を構えます。すみませんが、アイナさんも準備でき次第お越しください。急ぎメレメレ旅立つ。アイナ君も頼んだぞ。メレメレのモーテルは2番道路にあるからな。2番道路。なるほど、オッケー。じゃあ行きまーす。みんな全然出て行ってないじゃん。大丈夫？メレメレ。メレメレ島。またウツロイドかな？あ、2番道路、ここ？じゃあ、出発！はい、到着。ここにモーテルとかあったっけ？どれ？あ、こっち行ってしまったら違うとこ行くよね。3番道路突入してしまった。そうじゃなくって、これはポケモンセンターよね。あれ、どこ？なになになに、びっくりした。あら、野生の子らった。そう、モーテルを探さなくちゃいけないんだけど。こっち？あ、これか、モーテル。あったあったあった。やっと見つけた。さあ、もうみんな来ているんだろうか。あ、いたいた。あれ、ハンサムさんは？調査？お疲れ様です、アイナさん。ご足労ありがとうございます。ハンサムさんは UB の情報の聞き込みに向かわれました。私はここで待機しています。直人がお見えになるので。誰？お客さん？ UB の情報を知っていると語る謎の人物です。詳しいことは会ってからの一点張りで。ともあれ、UB の情報とあれば見過ごすわけにもいきません。というわけで、私たちはしばらく待機しましょう。あ、私も一緒。ハンサムさんだけにフィールドワークをさせてしまい、申し訳ないんですが。それにしても、ハンサムさんのバイタリティには頭が下がります。彼は国際警察でもエリート中のエリート。私ならばの部下になるような方ではないので、あ、そうなんや。そろそろ来るかな、お客さん。口なしさんやん。邪魔するよ。あ、あなたは。もしかして口なしさん？ビーストの情報。元気かよ。口なしさん、本当にお久しぶりです。でも一体どうして？連絡したよな。バケモンのこと知りてえだろ？バケモン。では、口なしさんが私たちに連絡されたのですか？島キングと島クイーンの会議を忘れたらよ。使いやらされることになってさ。ってわけだ、姉ちゃん。アイナさんとも、ん？アイナさんともお知り合いなのですか？そりゃあ、
チャンピオンということは、下巡りをクリアしたに決まってるだろう。まあな。それで島で目撃された UB の情報を持ちとか。俺が見たってわけじゃねえ。噂を知ってるだけだから。では、情報を教え願えませんか？お前らのコードネームだと、ビューティーだっけか？そいつは茂みの洞窟だ。しかも4匹やがるようだな。マジかよ。UB2、ビューティー、2人の関係。ビューティー？ちょっと待ってください。なぜ機密情報であるコードネームを。いいじゃねえか、そんなこと。じゃあな、頑張れよ。ビューティー。今まで移ろいをしか見たことない気がするんやけど、何やろ、ビューティー。口なしさんは、私が新人だった頃の上司。まさかこんな形で再会とは思いませんでしたが、あ、そうなんや。口なしさんの情報通りなら、今回の UB は複数。茂みの洞窟か。実に危険な状態です。直ちに行動しなくては。お、底辺だ。帰ってきた。ハンサムさん、また口調が。すまん。口調に関してはもう気にしないでくれ。それより UB の目撃情報、垂れ込みがあったんだ。やはり星の居場所はここ、メレメレ島だ。茂みの洞窟やろ？存在するのはおそらくコードネームビューティー。高速で動き回る、美しくも危険な UB らしい。しかも4匹目撃されている。現場は茂みの洞窟。さっき全部聞いたよ。先ほどの情報と一致していますね。ん？なんだ？何か言ったかボス。いえ、了解しました。アイラさんにハンサムさん、任務を開始しましょう。私は市街地周辺の警戒に当たります。アイラさんは現場に向かってください。ハンサムさんは今回も待機。ここでバックアップを。待った。今回は私も。分かってください。ハンサムさんは今、パートナーのポケモンをお持ちじゃない。危険な現場での活動は許可できません。それに、バックアップはベテランで経験豊かなハンサムさんだからこその重要な仕事なんですよ。合点だ。うまく言いくるめた感が。では、私は行ってきます。アイラさんもご分を。今回も全部捕まえんといかんのかな。ボス、頼んだぞ。一匹だけでいいんかな、捕まえるの。お、アイナ君にはこれを、ビッキー女子から預かってきた。お、もしかして追加？やったー。ウルトラボール10個、やったね。アイナ君もくれぐれも気をつけてくれ。それと一つ連絡だ。パラサイトことウツロイドのデータ解析は終わったそうだ。ウツロイドのことが知りたければ、エーテルパラダイスにあるシークレットルームまで、ビッキー女子を訪ねてくれ。では、任務開始だ。何かあれば私に言ってくれ。了解です。全部捕まえるべきなんかな。なんか10個追加されたしね。でもまあとりあえずやっつけたんでいっか。1匹だけ捕まえようっと。ん？これはあったんか。茂みの洞窟やけん。あっこやね。あのなんか、何やった？試練やったとこやろ。名前忘れたけど。さあ、じゃあ茂みの洞窟、ここやね。え、ここ？ここじゃねえわ。もう一個向こうや。さあ、行くぞ。ん？はあ、行くぞ。ここ、4匹おるって言ったっけ？こういうやつかな？もしかして4匹おるって。確か4箇所ぐらいあるよね、これ。いや、全然ズバッとなんですけど。え、全くズバッとなんですけど。え、普通にうろつきよったら出てくるかな？ 4 匹。ビューティーって言ったよね。私、ビューティー見たことないとか言ったけど、おこれよね。そうそうそう、ルザミーネさんの時に出てきたような気が、しなくもない。出てきたっけ？やっぱりなんか見たことないような気が。てかあれやね、ウルトラベースと出てくるときって音楽違うんやね。今ちょっと思ったけど。おーし、行けかビゴン。なんかビューティーとか言うけど、なんやろ、なんか、ゴキブリっぽくない？あ、思ったよりちょっとダメージがあってびっくりした。おし。
手加減でガンガン行くよ。ねえ、なんかすごいゴキブリっぽいよね。私的にはビューティーっていうよりすごいなんか気持ち悪いんだけど。あれ、美しいのか？私の美的感覚がおかしいんかな。うわぁ、ほら、なんか思ったよりも全然なんか強い。もう一回ぐらい手加減といた方がいいか。体力まだ大丈夫かな。あと一回食らったらちょっとやばそうかな。よし。これでとりあえず、どこ指、指じゃないわ、ウルトラボール。いけ、ウルトラボール。さあ、来い。来い。どうよ。おっしゃー、捕まえた。やったー、はてな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 を捕まえたぞ。さあ、これで。フェローチェ。フェローチェのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。へえ、そんな名前。フェローチェ。てか、普通にモンスター図鑑、ポケモン図鑑、ポケモン図鑑に登録されるんよね。正体不明ポケモンロトよ。早く調べろと。フェローチェ、塩ビポケモン。UB の一種。この世界のものに汚れを感じるのか、一切手を触れようとしない。へえ、そうなん、マジで。なぜこの世界に来た？とりあえず手持ちに加えようか。何と交換しようかな。何タイプやったっけ、この子。まあいいや、じゃあとりあえず、ピカチュウと交換していこうか。ピカチュウがピカチュウ Z。ん？そのままでいいよ。どうせピカチュウしか使えんし。UB の捕獲に成功。残りあと3匹。やっぱり全部捕まえるんかな。捕獲したいって言ったもんね。よし、4匹とも捕まえよ。4匹捕まえてどうするん？ん？なんか落とした？アイナはオレンの実を見つけた。やった。で、ちょっと一旦回復。あ、ほら、あのフェローチェやっけ？あの子もなんか、だいぶね、体力がなくなっとるけん。一回出た方がいいかな。いや、いっか、まあ。満タンの薬。使う。ほい、フェローチェと、違う。カビゴン。あれ、そういえば、カブコケコってさ、Z 持ってなかったっけ？あれ、どこ？違う、違う、違う。なんか、どこやった？あ、カプ Z。これ、これ。カプ Z をとりあえず、カプコケコに。ほい、持たせます。あれはなんか、ビースト用の Z とかはないんかな？普通に他のポケモンとかと同じようなのを持たせればいいんかな？フェアリー Z とか。お、ディグだ。なんか久々やね。さあ、来い、出てこいよ。お、来た来た来た。ほら、もう出てくる時の音楽が違う。はい、来たー。フェローチェが現れた。もうちゃんと名前が出たね。オーラをまとい、素早さがぐんと上がった。あ、素早さが上がるオーラやったんや。さっき全然その辺見てなかった。どうやろうな。普通に攻撃したんでいいんかな。ゴーストダイブ。これやっつけてしまったらどうなるんやろう。失敗とかになるんかな。ちょっと怖いけん捕まえよ。ゴーストダイブ。あ、やっつけたんですけど。やっつけたんですけど。よろしかったかな。姿を見失ったが、まだ気配は残っている。あ、やっぱり捕まえんといかんのや。ってことは、今のはカウントされないわけね。うわ。やっぱここはカビゴンを使っていくべきってことやね。一発でやっつけてしまうし。了解、了解。2匹目結構さらっと出てきたけん、意外と早く終わると思うんやけど、どうでしょう。お、来た来た来た。
ほい、これを2匹目にする。さあ来いよ。なんかすごいあれかな、モデル体型みたいな感じかな。顔がちっちゃくって体が細くって、なんかすごい極端にした感じ。おーし、行くよカビゴン。さあもうカビゴンでひたすら手加減手加減手加減ってするのが一番やね。虫のさざめき。おーし、行くよ。そっちが先か。カビゴン手加減。おし、おお、一発でいったやん。よし、捕まえよ。ウルトラボール。さあ来い。これで2匹目ね。おし、オッケー。やった、フェローチを捕まえたぞ。はい、2匹目。あと2匹。ニックネームいらんよ。はい、フェローチェをボックスへ転送しました。じゃあ私のボックスはしばらくちょっと UB だらけになるということやね。捕獲に成功、あと2匹。さあ来い。普通のポケモンやな。誰？ディグだ？ズバッと。てか、ルナーラ基本的にあれやな。PP が少ない私か、ないな、ほとんど。おう、危ねえ。落ちんやろうけど、落ちそうになった。おし、来たよ、3匹目。ああ、ここでやっつけてなかったら、これで終わりやったのに。ねえ。おし、行くよ。戦うじゃない、戦うじゃない、戦ったらいいか。いけ、カビゴン。よし。虫のさざめき。あのさざめきようのが全部虫ってこと？そういうことじゃないんかな。なんかこの世のものには触れないって言ったけど、あれは自分を光に包んどるけん大丈夫なんかな。ね、思いっきりこっちになんか飛びかかってきよるけど、あれは触れてはないんか。おし、オッケー。行きよう、ウルトラボール。さあ来い。どうよ。はい、来た。フェローチを捕まえたぞ。あと一匹。あと一匹。ん？倒した時にもちゃんと経験値とか入ったよね。ユービーの捕獲に成功、残りあと一匹。さあ、ささっと出てきてくれんかな、ささっと。お、来たやん。やったね。やったね、残り一匹。さあ、君で最後よ。なんか右手の方が長く見えるんやけど、気のせいかな。左手を腰に当てて、ちょっとなんか折り曲げとるけん、そう見えとんかな。よし、カビゴン行くよ。あ、ちょっと一旦回復した方がいいかな。体力的にちょっとね。カビゴンがやられてしまったら捕まえれんくなりそうやし。とりあえず道具で満タンの薬。ほい、カビゴンにどうぞ。あれはカビゴンに投げつけて使いよんかな。違う。おし、行くよカビゴン。ここで手加減を。一発でいけんかな。二発ぐらい。手加減。なんかちょっとずつ弱くなりよる気がするんやけど、気のせいかな。あ、カビゴンがね。
それか向こうのレベルがなんか上がりよるとか別に違うよね。1匹目とこの4匹目別に違わんよね。うん、今までで戦った4匹、5匹全部レベル60やった気がするし、まあ向こうは変わらんってことか。よし、これでさあ行くよ、ウルトラボール。これってさ、体力残り1しかない時に手加減使ったらどうなるんやろもう普通に倒してしまうんかな、それは。よし、オッケー。お、ルナーラがレベル85に上がった。さあこれで4匹全員捕まえた。すべての UB の捕獲に成功。ハン様に報告に行こう。さあ向かうか報告に。何のポケモンも出ませんようにって今言おうとしたのにより遠かったもうここ出口って思ったのに、普通に飛び降りてまだ続いてたわ。んーと、あ、よし、オッケー、出てきたよ。ということで乗ります。はっ、びっくりした、なんかと思ったまた幕の下。よし、抜けれた。すぐそこやったよね。あ、これこれこれ。はい、到着。よいしょ。ハンサムさん、捕まえたよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。